スーパースタービリー・グラハム、スーパースタービリー・グラハム、スーパースタービリー・グレアム、本名、エルドリッチ・ウェイン・コールマン、1943年9月10日台は、アメリカ合衆国の元プロレスラー、アリゾナ州パラダイスバレー出身、1970年代を代表する、文字通りのスーパースター、1980年代以降続々と登場する、ハルカ・ホーガン、 ジェシー・ベンチュラ、ランディ・サベージなどのボディビルダー系、マッチョマン系と称されるタイプのレスラーたちのモデルとなった人物であり、彼の存在がプロレス史を変えたとすら言われる。来日した際に付けられたキャッチコピーは鉄腕。怪力と反則を駆使したスタイルでテクニックには乏しかったが、観客とのやりとりやマイクパフォーマンスには抜群の才能を発揮し、ヒールでありながら、 驚異的な人気を誇った。ハルク・ホーガンももともとは彼の熱狂的なファンの一人であったことは有名。上舌で知られるディック・フレアももともとはグラハムの話術をコピーしたと告白している。一方、プロモーションインタビューの監修がなく言葉の通じない。日本のマット界では現役当時の評価は低く、レクノボー、期待外れなどと呼ばれた。10代の頃から、 アメリカンフットボールや陸上の投擲競技で活躍し、ボーディビルのコンテストでは優勝経験も持つ。1968年に AFL のオークランドレーダーズとヒューストン・オイラーズのトラウトに参加したが、ロースターには残れず CFL のカルガリー・スタンピーダーズからも開幕前に解雇された。以後、同じく CFL のモントリオール・アルエッツと契約し、5試合にディフェンシブ、 エンドとして出場した。その後、ボディビルで鍛えた肉体を生かすべくプロレス転向を決意、CFL の先輩でもある、スチュハートのトレーニングを受け、1970年1月に、本名のウェイン・コールマン名義でデビュー。同年夏、イのロサンゼルス地区にて、ドクター・ジェリー・グラハムと出会い、長男・ジェリー、次男・エディ・グラハム、三男・ルーク・グラハムからなる、グラハム兄弟の、 マッテイとして、スーパースー、ビリー・グラハムのリングネームを名乗った。スーパースターは、当時代ヒットしていたミュージカル、ジーザス・クライスト・スーパースターから、ビリーは、キリスト教伝道士のビリー・グラハムから、それぞれ付けられたとされる。その後、サンフランシスコ地区に北上し、1971年1月7日に、パット・パターソンと組み、レース・ティーブンスピーター・メービアから、 同地区認定の多い世界タック王座をダッシュ。1972年からは、アワに参戦して、和風マクダニエルとの交想で名を売り、1974年8月16日には、ビル・ロビンソンを破り今世界ヘビー級王座を獲得。同年9月、王者として国際プロレスのスーパーワイドシリーズに初来日し、10月1日に、大分の大分県立に上げ町体育館。 10月5日に、名古屋の愛知県体育館にて、マイティー・上ウの挑戦を退け防衛成功。10月7日の越谷大会で、井上に敗れタイトルは失ったものの、同じボディビル出身のアニマール浜口とのベンチプレス、対決など数々の話題を残した。シリーズ中は、あわでも共闘していた、バロン・フォンダ・シクと組、9月23日に、日大行動にて、 ラッシャー・キムラ・グレーグレイ特撮イは世界タック王座にも挑戦している。また、9月15日の後楽園ホール大会では入場曲として前述のミュージカルジーザス・クライスト・スーパースターのテーマ曲が流された。これは日本のプロレス界で使用された入場テーマ曲の草分けである。1975年はテキサス東部のダラス地区にて4月4日に ブラック・ジャック・ランザ、8月5日にマッド・ドッグ・バションからテキサス・ブラス・ナックル・オーザをダッシュ。その後、ノースカ・カロライナ地区を経て、10月よりグラン・ウィザードをマネージャーに迎えて、WWF w、F、に初参戦。12月15日には、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンに初登場し、ドミニク・デヌーチを9秒で一周。翌1976年1月12日の定期戦では、 ブルーノ・サン・マルチノの WWWF ヘビー級王座に挑戦してカウントアウト価値を収めているタイトルは移動せず同年8月には新日本プロレスに来日9月3日にイワン・コロフとのコンビで坂口政治ストロング小林の北米タック王座に挑戦し9月10日には品川にてアントニオ・イノキとシングルマッチで対戦し帰国後は 無意見のフロリダ地区、エディグラハム主催のチャンピオンシップレスリング、フロムフロリダに参戦。11月22日に、ダスティローデスカランウィ、フロリダヘビー級王座を、翌1977年4月2日には、オックスベーカーと組んで、ジャック・ブリスコジェリー・ブリスコカランウィ、フロリダタック王座を奪取した。その勢いで、WWF に戻り、 1977年4月30日、メリーランド州ボルティモアにて、ブルーノ・サン・マルチノを破り、WWF w、F、ヘビー級王座を獲得、第7代王者となる。王座退官後は、悪党チャンピオンとして、ミルマス・カラス、ダスティローデス、ピーター・メイビア、ゴリラ・モンスーン、チーフ・ジェイ・ストロンボー、トニー・ガレア、ロッキー・ジョンソン、イワン・プトスキー、ヘイ・スタック、 カルホーンなどのベビーフェイス勢を相手に防衛戦を行い、1978年2月20日にマディソンスクエアガーデンでブバックランドに敗れるまで10ヶ月間王座を保持。当時の WWF でヒールの王者がこれだけの長期政権を築いたのは極めて異例のことであり、MSG の定期戦を毎月ソールドアウトにするなど、彼の悪役人気の高さがうかがい知れる。なお、 王座陥落直前の1978年2月には、新日本プロレスに再来日し、2月8日に、日本武道館にて、坂口誠二とタイトルマッチを行い、リングアウト勝ちで防衛に成功している。また、同年1月25日には、フロリダ州マイアミのマイアミオレンジボールにて、開催された、スーパーボールオブレスリングにおいて、当時の多い世界ヘビー級王者ハーディーレイスとの、 史上初のダブルタイトルマッチも行われた60分時間切れ引き分けで両者タイトル防衛。大阪落後の1979年4月国際プロレスに再来日。4月21日に高岡にてラッシャー秋村の岩世界ヘビー級王座に金網デスマッチで挑戦した。同年の秋からはテネシー州メンフィスのクアに参戦、ジェリーローラーや ビル・ダンディーとクア世界ヘビー級王座を争った、テネシーではザ・ハルクこと若手時代のハルク法ンとも対している。1980年1月にはダラス地区でマークルーインとテキサス・ブラスナックル王座を争ったが、長年使用していたステロイド剤の副作用の影響により、以降しばらくマット界から姿を消すこととなる。一時はガンによる死亡説も囁かれたが、 1982年下記より、マーシャルアーツスタイルに変身して WWF に、カムバック。スキンヘッドに口ひげを蓄え、ビジュアルイメージも一新させて、再起を図り、ボブバックランドとの交想を再開したものの、筋肉はそげ落ち王子のスーパースターの面影はなかった。WWF 復帰前の同年1月、通算5回目の来日となる新日本プロレスへの参戦が、急遽実現し、 その変わり果てた姿を見せた。しかしながら、復帰後も、WWF では、トップヒールとして迎えられ、バックランドの WWF ヘビー級王座には、10月4日、11月22日、12月28日と、同年の MSG 定期戦にて3ヶ月連続で、挑戦。ペドロモラレスが保持していた、インターコンチネンタルヘビー級王座にも、東部各地で挑戦した。 以降は、フルスのアワヤヌインウィの南部テリトリーを転戦。フロリダでは、ケビン・サリバン率いるヒール軍団、アーミー・オブ・ダークネスに加入して、ダスティロー・デスやブラック・ジャック・マリガと構想。1984年5月には、当時のヌイ世界ヘビー級王者ケディ・ホニ・エリックに連続挑戦した。同年6月10日には、ビリー・ジャック・ヘインズからもいフロリダヘビー級王座をダッシュ。 久々のタイトル体感を果たしている。ジム・クロケット・ジュニアが運営していたミッド・アトランティック・チャンピオンシップ・レスリングでは、ポール・ジョーンズをマネージャーにアブドラ・ザ・ブッチャーやコンガ・ザ・バーバリアンと共闘、1984年11月22日開催のスター・ケードでは、アワー時代の旧敵はフー・マクダニエルと対戦し、以降もマニー・フェルナンデスやジミー・バーントと構想を展開した。 その後、再び体調を崩して、セミリタイア状態となり、1986年、下期にベビーフェイスのレスラー兼、カラーコメンテーターとして、WWF と再契約。ハーキュリーズや、ブッチリードとの交想を経て、1987年11月に、現役を引退した。引退後は、フェイスターンしたドン・ムラコのマネージャーを務めていたが、1988年に、 解雇される。以降は、WWF との関係が険悪になり、テレビ番組で、WWF 内部の薬物使用問題を暴露。1990年代に行われた、ステロイド裁判では、検察側の証人として、ビンス・マクマホンに理な証言をするなど、以降10年間以上にわたって、WWF とは、絶縁状態となった。2003年に、ビンス・マクマホンと和解し、 翌2004年には WWE 電動に迎えられたインダクターはトリプル H。その後もステロイド剤の危険性を訴える活動を行う一方、特別ゲストとして WWE のテレビ放送に時折登場している。2015年11月には WWE とのレジェンド契約が結ばれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。